皆さんおはようございます。草のチャンネルです。またまたお久しぶりになります。今日は令和6年6月14日金曜日、時刻は10時をちょっと回ったところです。今日は、この巣箱、分蜂しそうで分蜂しないという巣箱なんですが、実は1週間ちょっと前に分蜂したように思います。見逃してしまったんですね。逃げられたという感じです。まあそれで今どのような状況なのかをまず、見たいと思います。その後、別の巣箱の継ぎ箱を動画にしたいと思います。今日のメインは継ぎ箱の方がメインなんですけども、こちらの巣箱の状況もお知らせしたいと思います。実は、なかなか分蜂しないなと思って諦めていたんですが、1週間ちょっと前分蜂群を目撃してそのまま逃げられてしまったんですね。この巣箱からの分蜂を目撃したわけじゃありません。隣接している隣の家の屋敷の上空を分蜂群が舞っておりまして、それを見つけたのがきっかけなんですが、そのまま逃亡してしまいました。これはこの巣箱から分蜂したのかなと思って慌てて巣箱の前に来ましたが、分蜂した様子はありません。その時刻が10時半頃でしたので、ひょっとしたら前の日に分蜂してどこかに蜂窩を作ったまま一晩明かして次の朝ねぐらに移動したのかなと思っています。そのために中を内見してこれが分蜂したんじゃないかなということをちょっと確かめてみたいと思います。これは大台ですね。こちらにも大台の跡がありますね。お分かりでしょうか。大台です。こちらも大台ですね。女王蜂が新しく生まれた跡が分かります。女王蜂が新しく生まれた跡が分かります。もう2週間以上も前になりますけども、オス蜂の殻も突然6月になって、たくさん落ちておりました。逃げられた跡、引き出しを見てみると殻がいくつも落ちておりました。ここにもいくつか少しちらほら見えますけども、オスバチが生まれた殻の跡、お分かりでしょうか。それでは巣箱の中を見てみたいと思います。実はギリギリ下までいた巣箱の蜂群なんですけども、今はこのようにお分かりでしょうか、ポーンと1段分ぐらい空いております。数がグーンと減ってるんですね。落下防止の針金も見えております。こういうのは見えておりませんでした。ということは急激に減ってるんです。ということはこれから第1回目の分蜂が起こったんじゃないかなと思われます。
2回目の文法を期待して待ってるんですが、なかなか文法はしません。向こうに大台みたいなのが見えますね。これかな、見えますかね、大台みたいなのが。手前の方には、これは大台じゃないのかな。2回目3回目はしない可能性もあります。2回目を期待して待ってたんですけども、なかなか巡り合いませんね。1回で終わるかもしれません。まあこれであまり期待せずに待ってみたいと思います。これは少し綺麗に掃除してから元に戻してあげたいと思います。はい、綺麗に掃除しましたので元に戻したいと思います。本来これがこうはまるところなんですが、熱くなりましたので片方を外して、こっち横に置いておきます。もっと熱くなったら両方、これも外してみたいと思います。それでは次に行きたいと思います。はい、次はこの巣箱です。この巣箱はまだ2段です。今年の3月19日だったと思いますが、その時に分蜂した第一分蜂群です。一時巣が丸見えになってちょっと心配しましたが、その後持ち直して現在順調に発達しております。ちょっと昨日引き出しを開けたところ、下までたくさんはみ出すようにしておりましたので、これは継ぎ箱が必要だなということで継ぎ箱をしたいと思います。その動画を撮りますので、よろしくお願いいたします。それではまず中を見てみたいと思います。内見です。少し右側の方がまだ十分じゃありませんけども、こちらの方はこんな状態です。もうはみ出してますね。これは継ぎ箱をしてあげた方が良さそうです。もう完全にはみ出してますので、継ぎ箱をしてあげたいと思います。群れを潰さないようにこれにあげたいと思います。ここにあげると潰してしまいます。これにあげて潰さないようにしたいと思います。そしてこれが継ぎ箱ですね。これを継いでみたいと思います。
てる。降りてきた。そーっとそーっと。つぶさんごとこちらの方に降りてきます。よし。これが継ぎ箱です。これを一段継ぎ足します。それからこれを元に戻します。ちょっと待って、下はここだ。もうすぐさんごとね、はい、次箱作業はこれで完了です。あと針金で留めたり、屋根代わりの天発泡スチロールのせれば終わりです。早速作業に移ります。これもきれいに掃除をしましたので元に戻します。あと針金で留めれば、今日の継ぎ箱作業は完了です。これが順調に育ってくることを祈りながら、今回はこれで動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この巣箱は非常に出入りが活発です。期待しているところですが、順調に成長していってほしいものです。それでは失礼いたします。